トナムのアジアフーズコーポレーションニーハローガークワイローストチキン味です。揚げ麺に粉末スープと調味油がついています。麺は細く輪郭ははっきりしており揚げ物の香ばしさが強いです。かなり強感がありますが意外と粘りもあります。スープはカラメルの香りがしてローストチキンらしさを表現しており結構はっきりした味です。旨味は人工的ですが十分にあり唐辛子と胡椒の刺激がかすかにあります。安っぽくて量は少ないですが子供のおやつにはちょうどいいかもしれません。日本円にしてちょうど10円ぐらいの製品でメーカーはこれで利益が出るのか不思議に思います。